は。こちらが S から LL 対応を選べる2丈のスウェットガウチョパンツ、品番が M の3182 です。お色が今私ぐーちゃんが履いているのがブラウンです。はい、ブラウンです。そして手に持っているのがライトカーキ、桜、そしてブラック、なんて読むんでしたっけ、ちょっと忘れちゃいました。ちょっと待ってください。オートミール、はい、そしてネイビーの5色展開となっております。お値段いきます。じゃじゃん、1536円。イエーイ。あ、木です、木グレーです、すいません、木ちょっと待ってくださいね、木オートミールです。今思い出しました。はいはい。で、おい、お値段いきます。すいません、お値段もう一回いきますね。お値段いきます。じゃじゃん、1536円。イエーイ。はい、こちらが2月の8日月曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格となっております。はい、ではポイント説明いきたいと思います。はい、で、商品名にもあるように S から LL まで対応なので、本当に着丈とか幅感とかが全然違ってくるんじゃないかなと思うので、たくさんの方に軽く着ていただけるんじゃないかなと思います。で、今お家にいることとかもすごい多いと思うので、お家着とかにもとても着回ししやすいアイテムなんじゃないかなと思います。はい、で、今私が履いているのがアンクル丈です。はい、アンクル丈でこの丈感です。はい、で、嬉しいことにちゃんと前も、はい、リボン結びできる、リボン結びができるので、お腹とかもね気にならずに、お腹大きくても締めてもらえるので、本当に着やすいんじゃないかなと思います。はい、で、ガウチョパンツなので裾はちょっと広がりがあります。はい、でもその分動くたびにちょっと揺れる感じがね、フレアスカートにも似てて、本当にさパッと見ても可愛いし、シルエットがとても可愛いです。はい、で、肘感がとってもサラサラしてます。あ、白飛びしてる、ごめんなさい、ちょっと暗くしますね。はい、結構サラサラしてます。はい、サラサラしてるのですっごい履き心地がいいです。はい、なのでおうち着とかにも着やすいですし、ちょっと買い物に行こうかなでも全然1枚で着ていただけると思います。で、生地がとっても柔らかくて軽いので、春だけではなくて夏ぐらいまで、夏ってかもはや夏でも全然着れると思います。はい、というのが嬉しいポイントです。はい、以上です。うん、はい、ポケットありますか？ポケットがね、ポケットはないですね。でもその分とってもお安くなってます。はい、K とかつきやすそうですか？ K とかがね、ポリエステルが 97% 入ってるので、そこまでつきにくいんじゃないかなと思います。はい、あ、低身長 149cm には長いですかといただいてるので、低身長動画と高身長動画をお見せしたいなと思います。はい、グーちゃんは何サイズ？今ね、アンクル履いてます。アンクル丈履いてます。あ、ゴム伸びってできますか？できます。なのでしますね。まず低身長動画からお見せしていきたいなと思います。ちょっと待ってくださいね。あれ、待ってくださいね。あ、行きます。こちらがアンクルです。152センチのスタッフです。うん、はい、で、こちらがロング履いている152センチのスタッフです。はい、
で、こちらが169センチのスタッフのアンクル丈です。はい、で、こちらが、ロング丈ですね。こちら多分もうサイトにも上がっているはずなので、よかったらサイトで見ていただいた方が見やすいかもしれないです。はい、あ、先ほどね、これのトップスの品番教えてくださいっていただいてたんですが、こちらの品番がC の5199です。 C の5199こちらなんですが、こちらも日曜日発売です。一緒です。はい、の10時です。これはね、2点セットです。このロンティとこのセット、ベストのセットです。はい、こんな感じです。ぐーちゃん何色おすすめですか？私はね、ブラウンブラウンです。はい、ブラウンかブラック、でもブラウンですね。うん、履きやすいのはブラウンかなと思います。うんうん、冬はすぐに毛玉になっちゃうけど、これはどうですか？そうですね、私もこの商品をずっと履いてるわけではなくて、ちゃんと綺麗に整頓がしてあるので、毛玉になり、まだ毛玉はついてないんですが、まあでも取り扱いに気をつけていただければ大丈夫な気はします。はい、結構ねサラサラしている生地なので大丈夫そうな気はします。はい、うん、きれいめに着るにはどのコーデがいいですか？あ、でもきれいめだったらネイビーかブラックですね。ネイビーに上トップスホワイトだったり、ブラックに上トップスブラウン、ブラウンじゃないや、ホワイトでも可愛い、あの、綺麗めに着れますし、ピンクとか合わせてもらっても綺麗めに着れる気がします。はい、あ、ぐーちゃんウエスト伸びしてください。 OK です。はい、ちょっと待ってくださいね、これインした方が分かりやすいかね。でもね、ちょっと一回これね、紐ついてるので紐外しますね。の方が伸びが分かりやすいかもしれない。これだけ伸びます。こんだけ伸びる。でも結構しっかりゴムが入ってますね。平ゴムがパンと、はい、入ってるので、お腹もそんなに苦しくないですし、幅も広いと思います。でもここしっかりくくれるので、お腹が緩いなって方はここもゴムじゃないや、リボンでしっかりくくっていただいた方がいいと思います。こんな感じ。でも外向きのリボンなので、なんかトップスインとかしてもこのリボンがとても映えると思います。私前にリボンがあるものは大体インしちゃいます。はい、うんうん、桜は透けませんか？ OK でした。桜にちょっと履き替えてこようかなと思います。はい、ほっ、妊婦はウエストきついですか？あー、そうですね、リボンを外してもらえれば大丈夫な気はするんですが、臨月さんとかだったら苦しいと思います。さすがにちょっと桜もし透け感があったら一瞬しか出られないかもしれない大丈夫な気はするのですが、ぐーちゃんロングは長い、あ、桜ロングで履いてみますね。じゃあ私そうします。みんちゃんどうかはありますか？今ね、低身長動画をお見せしましたので、もしよければ IGTV 見返していただくか、あの商品ページに記
載があると思うので、よかったらそちらで見ていただければなと思います。うん、よいしょ。透け感あります。はい、結構透け感があります。なので出れないかもしれない。ちょっと透け感ありますね、桜は。申し訳ないです。あ、桜着て長いロングティーにしようかな。そしたら見えない気がします。それで一回出てみますね。しました。ちょっと透け感がやっぱり桜はあったので、念のためちょっと長めのトップスにしました。はい、ちょっと透け感があります、やっぱり桜は。でロング履いてます、今。はい、ロング履いてて今ペタンコ履いてるんですが、まあちょっと私はやったらアンクルかなと思います。別に擦らないとは思うんですが、本当に微妙です。1センチか 0.5 ぐらいな気がするので、私だったら160センチをアンクル丈の方がいい気がします。はい、うんうん、よしよし。あ、大丈夫です。あ、そうです、そうです。 S から LL は S から LL です、これが。はい、っていう形になります。はい、なので本当にウエストも結構伸びるし、ゴムもしっかり締まるの で結構ゆとりがあります。なので S から LL 皆さん履いていただけるんじゃないかなと思います。うん、桜かわいいですよね。うんうん、黒のアンクル、私も黒のアンクルめっちゃ狙ってます、実は。ブラウンのアンクルかブラックのアンクル狙ってます。いや、おうち着とかにも最高だと思います。あ、オートミール見たいです。 OK です。じゃあオートミールに着替えてこようかな。桜こんな感じで色味大丈夫そうですか。うん、なんかでも足が透けたりとかはしてないので大丈夫だと思います。はい、ですが下着はちょっと気をつけた方がいいですね。ベチ履いていただくか、まあ、こういう風にロングの T シャツとかロンティー着てもらった方がいいと思います。はい、ではオートミール着替えてきますね。その間カラー展開お出ししておきます。私でもカーキもめっちゃ可愛いなと思ってます。うん、グーちゃんウエストはずれない、紐はかなりしっかりしているのかな。めっちゃしっかりしてます。全然ずれないです。ですし、しっかりリボンもついてるので大丈夫だと思います。うん、足ライン見えてましたか。あ、ごめんなさい、私画面越しでちゃんと見れてなかったです。うんうん、グーちゃんかわいい。グーちゃん寝るようになってライブ見るようになりました。そんな嬉しいこと、ありがとうございます。うん、でもグレーは透け感大丈夫そうですね。
大丈夫だと思います。うん、木グレー、木オートミールは全然透け感気にならなかったです。なのでそのまま出ようかなと思います。いくらでしょうか。パンツが M の3182で1536円です。うんうん、ライトカーキみたい。 OK です。木オートミールの後はライトグレーにしようかなと思います。ライトカーキネクル、あ、絶対可愛い。ライトカーキネクルの時間ですね。 OK です。私それで着てきますね。よし、お待たせしました。木オートミールです。こんな感じです。透け感大丈夫そうですね。全然大丈夫な気がします。はい、うん、大丈夫だと思うんですが、うん、はい、去年の夏こればかり着てたな。本当ですか。めっちゃ本当に着心地いいです。オートミールはベージュっぽいの。ベージュっぽくはないですね。ちょっと生地感の近くでお見せしますね。こんな感じです。はい、なんかミックス生地になってますね。濃いグレーが入ってます、ミックスで。あとはホワイトと、でもホワイトベースですね、多分ホワイトベースでグレーのミックス生地が入ってます。はい、そうそう、グレーっぽく見えます。そうですね、ちょっとグレーっぽく見えるかもしれないけどでもなんか本当にささっとミックスでグレーが入ってます。なので多分そういう風に見えるかもしれないです。ゴムは洗濯したら型崩れしてこないか、型崩れたりしないかな。型崩れはね、でもこのゴムしっかりなんか縫い付けられてる気がするので、こう平ゴムってやっぱりこう中でくるってなったりするじゃないですか。それはない気がします。結構しっかり入ってるって感じしますね。うん、私もなんか中でくるってなったりするの本当に嫌なので、でもこれは大丈夫そうですね。しっかりここで縫い付けてあることはないと思うんですが、大丈夫そうです。はい、こんな感じです。でもここでしっかりピーってなってます。透けてます？カタカタ言うてた？透けてないか。オフィスカジュアルできますか？オフィスカジュアルだったら、でもブラックとかブラウン、ブラック、ブラウン、ネイビーはオフィスカジュアルいけると思います。カーキもいけるとは思うんですが、多少カジュアルになるんじゃないかなと思います。はい。裏はどんな感じですか？裏がですね、お見せしようかな。裏地は入ってないです。うん、こんな感じです。裏向けしました。反対向けにしたらこんな感じです。はい、こんな感じ。はい、動くと透けてます。本当ですかちょっと着替えますね。じゃあ見苦しかったらごめんなさい。よし、あ、下着ぽっこり目立ちますか？でもね、ピタッとはしてないので、ぽっこりは目立たない気がします。うん、なんかタイトとかだったら下着ぽっこりが目立つ気はするんですが、結構フレアなので大丈夫な気はします。はい、
とカーキ着てみようかな。カーキでジージャンのエクレですね。何色にするか決まらない、私もめっちゃ悩んでます。でもブラックかブラウンかな、私だったら。手を入れて透け感を見せてほしいです。 OK です。じゃあ手を入れてちょっと透け感をお見せしようかなと思います。よしよし、あ、間違えた。はい、いくか。ちょっとお待たせしました。エクリューにホワイト合わせてます。ちょっと色被ってたらごめんなさい。こんな感じです。はい、これが今、カーキです。ライトカーキです。ライトカーキにエクリのジージャン合わせてきました。はい、こんな感じです。ブラック、ブラウン、どうやって合わせますか。ブラウンだったら上エクリとか合わせますね。私はエクリのトップス、かブラウンだったら、これから春先に向けてだったらボーダーだったり合わしますね。はい、ブラックもブラウンも。ズボン、妊婦さんだったら苦しいですかね。ね、初期とかだったら全然いけると思うんですが、ゴムが結構しっかりしてるので臨月さんとかだったらちょっと苦しいんじゃないかなと思います。ぐーちゃん、その組み合わせ来てくれてありがとう。かわいい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、ライトカーキいいですね。ぐーちゃんなら何色買いますか。でも私も今ライトカーキ履いて、あ、ライトカーキあれだなと思いました。春に向けてカラーものちょっと狙ってるんで、最近ライトカーキもありですね。はい、うん、白×カーキ最高に可愛いね。白×カーキ×下はねシルバーが春はベストですね。私はもうシルバーもう2年ぐらい夏はシルバー履いてます、ずっとシルバーですね。まあでも靴とかだったら全然ブラックとかホワイトとか履くんですが、こういうなんていうのパンプス系はシルバーが好きです。はい、あ、トップスは今日の、それとも USA？ これはね、USA です。ぐーちゃんはアンクル？アンクルです。私はアンクルですね。今履いてるのはね、私ロング履いてるかもしれないです、今。ちょっと待ってくださいね。今ロング履いてます。よし。では透け感ちょっとお見せしますね。透け感ですね。パンシルバーのパンプス持ってるの参考になります。お、シルバーのパンプス本当に使いやすいですよね。手入れたらこんな感じですこんな感じです。手入れたらでもね、手だとあんまり透けない。なんかそんなにめちゃくちゃ透け感が、でもねライトの関係があると思うんですが、ちょっとライト一回切りますね。こんな感じ、透け感あるかな。こんな感じです。あんまり めちゃくちゃ透けるってわけではないとは思うんですが、ちょっと手形が透けてるこんな感じです。中入れると、はい。でちなみにピンクなんですが、
の方が透けはあると思います。こんな感じです。あ、やっぱりこのピンクの方が透け感は分かりますね。このここからロンティーなんですけど、こっちがロンティーも透けてるので、やっぱりピンクはちょっと透け感がありますね、うん、でも重くのオートミールは大丈夫そうでしたよ。はい、なので多分ライトの関係もあるんじゃないかなと思います。はい、靴のこと聞いてる方いましたよ。あ、OK です。靴、私の履いている靴は I の1918です。ネイビーですね。じゃあネイビー履いてきます。はい、こんな感じでカーキは大丈夫そうですか。こんな感じ、はい、ではネイビー着替えてきます。はい、ので少々お待ちください。はい、切れ目コーデですね。 OK です。切れ目コーデにしますね。でもね、私が綺麗め着てもあんまり綺麗くならないですよね。いーちゃんとかみーちゃんってほんまに綺麗め系似合うんですけど、私あんまり綺麗め系似合わないんですよね。似合わないというか、カジュアルに見えちゃうんですよね、どうしても顔がカジュアルなんだな USA やっぱり可愛いなね。 USA やっぱり可愛いですよね。私 USA のホワイトにしましたよ。ぐーちゃん何着ても似合ってる。本当ですか、ありがとうございます。パンプスで履きやすいの教えてください。パンプスはヒールなしですか。ヒールなしだったら私今履いてるやつが一番履きやすいなと思うんですが、 I の1918と、でも昨日の新作のキルティングのパンプスもめっちゃ履きやすかったです。てか今も履いてますレイヤーだけの白、USA の白買おうかな。 USA の白も可愛いですね。結構ゆとりありますけどね。そんなにゆとりいらないって方は今日の、C の5154のホワイトの方が綺麗めには着れると思います。うん、今来ました。もう終わりかけかなんです。終わりかけなんですが、でも今からまだおしゃべりコーナーだったり着回ししていこうかなと思っております。おちょっとね、きれいめにっていうか、お腹周りにリボンがあるのでちょっとカジュアル気味になっちゃうかもしれないです。でも一応 V ネックで合わせてみたんですが、はい、こんな感じです。 V ボーダーで下ネイビーにしました。うん、綺麗め、ちょっと下がパンプスが結構綺麗めのパンプスに変えてきました。でもシルバーです。あ、今日歌いますか。今日誕生日です、もみです。スクショしました、ありがとうございます。キルティングの靴は何色しですか。めっちゃ悩んでて、ブラックかレオパードって悩んでます今のところいやもう最近欲しいのが多すぎて本当にやばいですうんうん、よしよし、ぐーちゃん綺麗めもカジュアルも何でも似合う、ありがとうございます、うん、ネイビーね、めちゃくちゃ可愛いですね。やっぱ綺麗めに着るならネイビーかブラックかなとは思います。ブラックもね、本当に綺麗く着
きれいめに着ていただけるんじゃないかな。ブラック合わせがこんな感じです。うん、ブラックは本当に優秀ですね。でもカジュアルにもきれいめにも両方着れるのはブラックだと思います。本当に着回しがしやすいですね。ジージャンの紹介終わりましたか？ジージャンの紹介はね、終わりました。なんですが、IGTV 見返していただくか、今からまた着回し、おしゃべりコーナーでちょっと着ようかなとは思っております。うん、あ、画面ではモノトーンに見える。本当ですか？ちょっと一回電気切りますね。こんな感じです。結構ネイビーですよ。ちょっと待ってくださいね。ブラックと比べてみたらわかるかな。こんな感じちょっと背伸びしてるんですが、こんな感じです。ブラックとこっちがネイビーです。こんな感じ。結構色違うないですか？多分だから光の加減な気がします。ちょっとあれですよね、見にくかったですよね。すみません。こんな感じです。あ、これにじいちゃん着てみてほしいです。何色にしようかな。でもエクリューが可愛いな。エクリューにしようかな。ぐーちゃんのコーデ真似したら娘に可愛いおしゃれと言われました。嬉しいです。めっちゃ嬉しい。そのお話娘さんありがとうございます。皆さんメグさんですね、ありがとうございます。こんな感じです。まずエクリュー、エクユは綺麗めにも合いますね。若干カジュアルな感じが。グーちゃん、とても細いけどウエストは下がってこないですか？全く下がってこないです。全然大丈夫です。はい、全く大丈夫。はい、グーちゃん髪切りましたか？結構前に下揃えました。それぐらいです。でも長さはあんまり変わってないと思います。エクルのジージャンにブラウンを合わせてみてほしいです。ではそれはおしゃべりコーナーでお着替えしようかな。こんな感じで大丈夫そうですか？こんな感じで大丈夫そうですかねあ、抜き襟しときましょうか。もうなんか抜き襟もね可愛いんですけど、これは今きれいめなので抜き襟よりかは、まあ、抜き襟しても可愛いですが、私はしっかり着た方がきれいめに見えるかなと思いました。はい、あ、そのボーダーの品番知りたいです。 OK です。ボーダーがね C4070 です。はい、148cm でも大丈夫かな。148cm、 一応 152cm のスタッフの、低身長の動画は先ほどお見せしましたので、よければ IGTV 見返していただきたいなと思います。でも 148cm だったらアンクル、でもアンクルですりはしないんじゃないかなとは思いますが、っていう感じですね。一回 152cm のスタッフの低身長動画見ていただいた方がいいかもしれない。はい、よし、リップどこのですか？おしゃべりコーナーでお話ししたいなと思います。はい、ではこんな感じで大丈夫そうですかね。今日の紹介順